皆さんこんばんは、中洲のマスターです。この動画は自分の将棋ボードの対局動画を紹介しております。今回自分の四間飛車に対しお相手の方のミレミアム囲いでの一局となります。とても硬いミレミアムですが、2つの急所をついて攻める内容となっております。それではスタート。はい、よろしくお願いします。先手番となりました四間飛車。今回自分の四間飛車に対しお相手の方のミレミアム囲いでの一局となります。片身の囲い、こちらの囲いはまずは身の囲いを作り、その後ダイヤモンド身のにしていきたいと思います。身の囲い、お相手の方が4四角3三桂馬とした場合、ミレミアム囲いかまたは端攻めをする地下鉄飛車の2択になるかと思います。ここではお相手の方が2一玉とし、ミレミアム囲いを作っていきます。こちらは3六歩とし、いずれお相手の方の3三桂馬の頭を狙っていきたいかと思います。お相手の方の4二金が3二金となればかなり硬いミレミアムになりますが、その前にこちらが少し仕掛けていきたいと思います。4五歩と仕掛け、お相手の方が5三角とした時にこちらが6五歩と角道を開けていきます。こちらの狙いはこれから5六金を4七金とし、ダイヤモンドミノを作り、そして5筋の歩を5六歩5五歩とし、5筋から狙っていく狙いであります。お相手の方も8四銀とし棒銀を仕掛けてきますが、こちらも素早く5筋からお相手の方の5三角を狙っていきたいと思います。まだお相手の方の4二金が3二金とミレミアムが硬くなる前に攻めるのが大切かと思います。そして5四歩と拠点を作り、お相手の方の角を6二に移動させます。そして3七桂馬とし、いつでも桂馬を使えるようにし、お相手の方が5三歩と歩を合わせてきました。このタイミングでこちらが6四歩と6筋から攻めていきたいと思います。ここでは角と銀の交換ですが、こちらは飛車をさばいていきたいと思います。そしてこちらの5四歩がお相手の方の5三歩によって取られてしまいますが、こちらは6四の飛車を使って竜を作っていきたいと思います。そして現在こちらの5筋には歩がないため、いざという時に5九歩打ちをし、金属の歩をして玉を固めることもできるかと思います。そして6三飛車成とし竜を作りました。これに対しお相手の方は5三金と受けてきますが、お相手の方の金が5三に移動したため、ミレミアム囲いが少し弱くなったかと思います。金銀3枚で囲っていればとても硬いミレミアム囲いですが、お相手の方が5三金としたため、こちらのダイヤモンド美濃は硬いので、こちらが今度は攻めていく番です。こちらの狙いはまずと金を作り、お相手の方の金にプレッシャーを与えます。お相手の方の6六歩打ちに対しては5六竜としてかわしておき、現在お相手の方のミレミアム囲いで弱いところが3筋の桂馬の頭なので、桂馬の頭をこれから狙っていくのがいいかと思います。ミレミアム囲いでは桂馬の頭の3四歩が弱点になることが多いので、ここを攻めていくのがとても重要だと思います。こちらが3五歩とし、同歩と取ってくれた場合3四歩打ちを狙っていましたが、お相手の方が7八角とし、こちらの5六竜を狙ってきます。これに対しては3六竜とかわしておきます。
3六竜とかわしたことに、こちらが3筋からさらに狙いやすくなったため、これはこちらの駒の効率が良くなったかと思います。そしてお相手の方も7三角とし、角の活用を図り、こちらの2八玉に斜めから狙いを定める方針だと思います。そしてこちらの3四歩打ちに対し、お相手の方は桂馬を4五桂馬とかわしてきました。これを同桂と取ってしまいますと、こちらの玉が詰まされてしまうので、ここは4六歩打ちをし、角道を止めておきます。そしてお相手の方の3七桂成の王手は、こちらは竜で取りました。このダイヤモンドミノの金銀のバランスを崩したくないため、竜で取るのが良かったかと思います。そしてこちらが4五桂馬とし、3筋を集中攻撃しますが、お相手の方も4一桂馬とし、3筋を打ててきます。これに対しこちらは思い切って銀を使い、駒をどんどんさばいていきたいかと思います。ここで銀とか桂馬とかどんどん駒を交換し合って、お相手の方のミレミアム囲いをかなり弱体化させることに成功しました。そして現在玉の形では、こちらが金銀4枚でバランスよく囲っており、そしてお相手の方の飛車と角の使い勝手が現在あまり良くないので、駒の効率もこちらがいいかと思います。そしてお相手の方も3二銀、そして3三歩とし、囲いを補強してきました。そして3一銀と3二銀が2一玉の壁になっているため、こちらは今度は1筋から端から攻めていきたいと思います。そしてお相手の方も8九角成とし、こちらの桂馬を取ってきましたが、それに構わずこちらは端をどんどん攻めていきたいと思います。2五桂馬とし、こちらの狙いは3三桂成を狙っていきます。現在3三の地点は、こちらが2五桂馬と竜で攻めて、そしてお相手の方が3二銀で受けているため、数の攻めでこちらが勝っているので、ここは攻めが成立すると思います。そしてお相手の方も3二歩と打ててきますが、ここは落ち着いて4三竜としかわしておきます。ここでは3二歩打ちよりも3二飛車の方が飛車を合わされて、こちらが少し嫌だったと思います。そして4三竜とし、次に6三金を狙うのではなく、1三の地点を狙って端から攻めたいと思います。お相手の方が6七歩成とし、と金を作ったタイミングで、8九馬が利きがとても悪くなったタイミングで、こちらが端攻めを狙っていきたいと思います。そしてお相手の方が4二飛車と飛車を合わせてきましたが、ここでは飛車交換をせずに6三金を取っておきます。そしてお相手の方が3五桂打ちをしてきましたが、こちらの玉形はかなり硬いので、ここは手抜いて端から攻めていきたいと思います。現在お相手の方の6七と金が8九馬を遮断しているので、このタイミングが一番いいと思います。
対局ありがとうございました。はい、ご視聴ありがとうございました。今回お相手の方のミレミアム囲いに対しては、まず最初に5四の地点の歩を狙う、次に3四の地点の歩を狙い、3三桂馬を攻める内容が良かったかと思います。ぜひ皆様もこの5四の地点と3四の地点の歩の2つの急所を攻めてみてはいかがでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。